パルワーンの戦いは、1221年に、カーブルの近郊、パルワーンでシゲクトク率いるモンゴル帝国軍と、ジャラール・ティーン率いるホラズム・シャア朝軍との間で行われた戦い。チンギスカンの生成において、モンゴル軍が唯一敗れた戦いであり、アインジャールートの戦い以前に、西アジア方面において、モンゴル軍が唯一敗れた戦いでもある。1219年に始まった。 チンギスカンの生成では、ホラズム軍はほとんどなすすべもなく各個撃破され、国王であるアラーウッディーン・ムハンマドも首都であるサマルカンドから逃走し、ホラズム社長は事実上が解した。ムハンマドがカスピ海のほとりの小島で死ぬと、ジャラールッディーンがスルターンに即位した。ジャラールッディーンは、モンゴル軍に反撃を試みようと、3万の兵を集め、モンゴル軍の動きを伺っていた。 一方、モンゴル軍は死に、クトクが、カーブルの近郊で、ジャラールッティーンの動きを監視していたが、そのうちの一体がパルワーンで、ジャラールッティーンの軍とぶつかった。武人というよりは文官に近いシギ・クトクは、偽装工作などの対策を行ったが、なすすべもなく破れてしまった。モンゴル軍内において、純粋なモンゴル兵はそれほど多くはないため、モンゴル軍の戦法は、 基本的に味方の損害を避けるやり方が多く、この大敗はモンゴル軍に衝撃を与えたとされる。もっとも、シギ・クトクがチンギスカンの聖母ホエルンの養子であったこともあって、処分はチンギスカンの失責程度で終わった。一方のジャラールッティーンも軍内で戦利品である馬の分配をめぐって争いが起こり、この勝利を生かすことができなかった。その上この知らせを聞いた。 チンギスカンが本体を引いて南下してきたため各地で破られ、ジャラールティーンはインド方面に逃げることとなる。ありがとうございます。